特別だぞ。上から92、58。スリーサイズ知りたいんじゃねえよ。なら私の体にあるほくろの数か。手をかざしてステータスって唱えてパネルを表示させるの。ほらやってみて。効果？ステータス。どれどれ。何も表示されていないようだが。おかしいな、エラーかな。画面全体の色もなんか変だし、うん、これまさかカンスト値振り切って画面外まで能力値が伸びてるってことか。なんで俺じゃなく姉の方が最強なのか。このステータスも他の人に絶対見せちゃダメだから。俺たち二人だけの秘密だからね。二人だけの秘密か。悪くない。アサヒ、お姉ちゃんもアサヒの数値の秘密を知りたいぞ。そう、例えばアサヒの体にあるほくろの数、数えさせてくれ。なんだなんだ。なんだろう、有名人かな。最強のクラン、バルムンクさ。あなたは、チチアン。いや。なんなんです、この大名行列は。総攻撃ってとこさ。魔王軍討伐に向かう前のね。魔王、やっぱりこの世界にもいるんだ。魔王？魔王といえばラスボス。異世界転生のセオリー的には魔王を倒すと元の世界に戻れたりするもんだけど。うん、ではサクッと倒してくる。いや、そんなちょっとコンビニ行ってくるみたいに。いくらランクが高いといえどもっと経験を積まなきゃ。バルムンクを率いるリューガリ・ジークフリート、彼はドラゴン級の冒険者なんだ。ドラゴン級、オーガ級より2つも上のランクじゃないか。かっこいいな。俺もいつかあんな風に。何がドラゴン級だ。くっ、昔から気に食わなかったぜ、あの生意気なクソガキよ。何が竜狩りジークフリートだってた。あのお客様、もうその辺で。うるせえんだよ。あいつ、なんてことは。ジークフリートさんがいなくなった途端、誰か止められる奴はいねえのかよ。でも、ランクダウンしたとはいえ、元オーガ級が相手じゃ。いや、同じオーガ級がここにおるぞ。ちょっ、おぉ、いきなりランクダウンしたっていう、噂の天才少年じゃねえか。彼ならやってくれるぜ、きっと。お父さんの屋台の敵を取ってください。戦場アサヒっていうの。ああ、俺たちの英雄、アサヒだ。アサヒ、アサヒ、アサヒ。ちょっと、何期待しちゃってんの。弱いのがバレたらまずいんだって。なんだ、おめえみてえなチビが俺様の相手をするってのか。アサヒをチビと罵ったの。やばいやばいやばい。まやね、人間相手に本気出したら R18 指定のスプラッター映像が。安心しろアサヒ、私にも良識はある。本当？ああ、ギリギリ死なない程度に魔法を叩き込み、いっそ死んだ方がマシだったと生涯嘆き続ける程度にとどめてやろう。かけらも良識ねえじゃねえか。どうした、上がってこねえのか。まやね、面倒だな。後で何でも言うこと聞くから。何でもいいよね、頼んだから。おいガキども、何こそこそ話してやがる。わめくなよ酔っ払い。え、みっともないぜパイセンよ。年下のジークフリートにランク抜かれたせいでいじけて叫びたりになった口か。なんだと。家に帰ってママのミルクでも飲んでな。クオンのミラクアくらいたいか。その身でこの威力勝手にしてくれよ。さ
すがだね。すごい。ありがとう、アサヒさん。やった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 。うまくいった。いやー、よかったよかった。俺が弱いのもバレなかったし、ならず者も無傷のまま追い払えたし、とにかくこれでハッピーエンド。一つ忘れてるぞ、アサヒ。約束通り。な、ね、あ。なぜてもろわ、どういうもんだ。雨同伴で始まった異世界生活。果たしてこの先どんなイベントが待ち受けているのだろうか。はい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 、一切ください、反対なんて言えない。